メディアを再生する予告編、毒薬と籠城とは、1944年公開のアメリカ合衆国のブラックコメディ映画、ジョセフ・ケッセルリングの同盟議曲、毒薬と籠城を、ジュリアス・ J ・エプスタイン、フィリップ・ジエプスタインが脚色し、フランク・キャプラが監督した。主演は、ケイリー・グラント。舞台版のプロデューサーとは、ブロードウェイでの公演が終わるまで公開しないという契約で、 公開日を1942年9月30日に予定していたが、舞台が3年半のロングランとなり、1944年まで公開できなかった。主人公、モーティマー・ブルースターの役には、当初ボブ・ホープが検討されたが、ホープとパラマウントとの契約上それは叶なわなかった。グラントが受ける前、キャプラはジャック・ベニーやロナルド・レーガンにも声をかけていた。 ボリス・カーロフに顔がそっくりなジョナサン・ブルースター役はブロードウェイではボリス・カーロフ本人が演じていたが撮影で舞台に出られなくなるとチケットが売れなくなると危惧するプロデューサーのために出演を見合わせた。その代わり映画の中で自分の名前を使うことは許可した。映画ではレイモンド・マッセイがその役を演じた。映画版には他にプリシラ・レイン、ジャック・カーソン、 エドワード・エヴァレット・ホートン、ピーター・ローレが出演した。おばのブルースター・シマイ・アビーとマーサを演じる、ジョセフィン・ハルト・ジーニ・アデア、それに、テディを演じるジョン・アレグザンダーは1941年から、舞台で、同じ役を演じていた。ハルト・アデアは舞台を休んで撮影に臨み、そのまま舞台は上演され続けた。撮影期間は8ヶ月、制作費は約120万ドル。ハロウィンの日。 神父の娘エレインと結婚したばかりの演劇評論家、モーティマー・ブルースターは新婚旅行でナイアガラに旅立つ前にブルックリンにあるおばの家に挨拶に行く。そこにはおばのアビーとマーサ、それに自分のことをテディ・ルーズベルト大統領だと信じている兄弟が住んでいた。モーティマーは窓際の椅子のもとに見知らぬ男の死体を発見。おばを問いただすと 身寄りのないメソジストの老人で、かわいそうに重い毒入りワインで毒殺したのだという。しかも、殺したのは彼だけではない。これまでに11人、部屋を借りに来た老人たちを殺害し、地下室に埋めていた。モーティマーは、新婚旅行どころではなくなる。これ以上の殺人をやめさせようと、死体の墓掘りに利用されているテリを療養所へ、緊急入院させるべく奔走する。 そんなところへもう一人の兄弟、連続殺人鬼のジョナさんが、整形外科やインスタイン博士、それに殺したばかりの死体と一緒に戻ってくる。ジョナさんは死体を地下室に埋め、ボリスカールオフそっくりに変えられた顔を別の顔に、整形するつもりだった。タクシーを待たせたまま、一向に新婚旅行に立とうとしないモーティマーを不信がって、エレインが家を訪ねてくる。さらに、 劇作家志望の小原巡査、テディを引き取りに来た療養院のウィザースプーン氏が入れ替わり立ち替わり家を訪れ、しっちゃかめっちゃかの状態になる。最終的に指名手配中のジョナさんは警察に逮捕され、おばとテディは療養院に入院が決まる。最後に、おばがモーティマーに今まで隠していた秘密を打ち明ける。モーティマーはブルースター家の人間ではなく、コックの子供だったのだ。 モーティマーはやっとニーズマと新婚旅行に出かけることができた。括弧内は日本語吹き替えワーナーブラザーズによると、国内で283万6万六千ドル、海外で194万8千ドルの興行収入を得た。公開当時の批評はどこも肯定的だった。ニューヨークタイムズ紙は全体として昨日ストランド劇場で上映したワーナー映画。 毒薬と牢情はとてもぞっとして愉快だった。バラエティ氏は凝ったものではないが、キャプラ作品は原作2曲のカラーと精神を組み上げ、一方、有能な脚本家チーム、ジュリアス・ジェフィリップ・ジー・エプスタインは効率的でタイトに凝縮された脚本に仕上げている。キャプラならではの知的な演出で完全なものになった。ハディスン・エス・リポーツ氏は爆笑エンターテイメント。 今年の興行収入上位になること間違いなし。ザ・ニューヨーカー氏のジョン・ラードナーは、舞台同様、映画になっても笑える。本当に笑える公開から24年後、チャールズ・ハヤムとジョエル・グリーンバーグはその著書、ハリウッド・イン・ザ・フォーティーズで公開いている。フランク・キャプラは、毒薬と牢状をより誇張した、緊迫感あるものにしたアメリカンフィルム・インスティチュートは、この映画を、 アメリカ喜劇映画ベスト100の30位に選出した。キャプラ研究家のマシューシーガンターは、戯曲と映画の深いテーマは何をするのも、自由ということとアメリカの血生臭い過去との対立で、ある、と主張している。ありがとうございます。